始まりました、進撃のムーパズでございます。イエーイ。さっき番組説明しようかな。この番組はインターネットカフェムーパーを応援する番組で、私たちがユニットとして毎月第2、第4木曜日の19時より、TV ライブオンライン青山スタジオより公開生放送をしております。イエーイ。ね、今日ね、ニューさんが、そうなの、ニューさんが、はい、小林ニューちゃんが、体調不良のことで、なんで笑ってんの、体調不良で、何で笑ってんのかと思っちゃったよ。体調不良で今日は休みでーす。ニューちゃん見てるかな。見てる。あのね、今日ね、さっきメール来たんやけど、今日ちょっとなんか喉がちょっとどうのこうのでみたいな感じやって、まあ私がじゃあコメントで参加しなさいよと言ったので。多分今見方とかコメントの仕方に苦戦してるであろう、うん、と思います。はい、じゃあな、じゃあなじゃあな、今日荒れてるから、じゃあな、今日はな、まあいつも通り私だ、はい、青木だ誰なの、大阪の藤井寺が生んだ青木だ。ツイッターフォローよろしく、アメブロ見ろよ。はい。何なの今日。ぬるいな今日。皆さんこんばんは、かなでさとみです。イエーイ。イエーイ。かぶったね。かぶったね、はい。今ザックザクイン2013グラビアのやつエントリーしてます。チェックしてください。見てね、アメブロも見てね、見てね、イエーイ。見ろよ。誰なの、だから誰なの。見ろよ、見ろよ。はい、小西ゆり子でーす。イエーイ、イエーイ、イエーイ、よー、アニマル小西、小西、ラブリー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 。見せて、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 見せて。ちょっと見せて。ちょっと脱いで、ごめん、申し訳ないわ。ちょっと脱いでもらっていい？なんかさ、ちょっとさっき来た時暑くて、こう、この状態だったの。違うの、違うの、ごめん、立って、立って、立って。何、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 立って。なんで、全身があるからこそなんだよ。そうなの、何、どういうこと？ちょっと立って、ほら。あ、下もそっか、カーキだから。ちょっとカメラ目線してもらえるかな？カーキだから？そう、こういうね、今日はなんかね、男を狩りに行く感じだね。確かにそうだね、あんまり意識しなかった。コニタンがこんな感じであり、私がもうどっちかというと今男化してるという ね、 そうね。今カメラには映らないけど、私の下の下に映ってるで、下に見えてるだろうであろう足はすごいことになってるよね。すごいね、狩られてるね。今日のさとみはすごい、ちょっとなんかね、かわいい、ちょっとかわいい感じでね、昭和が取れてるね。昨日ね、私起きて速攻ツイッター見たら、これブログにも書いたんやけど、ツイッター見たら、どうやらさとみさんが一人ぼっちのような気がしまして、つぶやきがね、速攻さとみさんに電話したら、一人だよ、遊び屋だよみたいな感じだったんです。買い物にね、あ、じゃあ買い物に行こうよって、私すっぴんだけど行くわすぐって言って、で、まあマルキュー行きたいからってマルキューにお邪魔させていただきました。その時のさとみさん、もう彼女の買い物に付き合わされてる彼氏感覚だった。まあ私一人でルンルンだったもん。ね、これどう思うみたいな。ね、これどうかなとかって、いやーみたいな。あんまいいんじゃないみたいな感じの。もうさとみさんがね、もうずっと、もう彼氏感覚で。そうだね。だからね、ここではなんかどうやら私の方がなんかちょっと男気があるんじゃないかみたいな感じの風になってるけど、外ではね、佐藤さんの方がね、意外とね、男らしかった。あ、サバサバな感じで。だってね、なんかゆうりちゃんが試着してたの、デニムをね。その時にさ、別にさ、他の女の人も試着してたんだよね、違うところで。じゃあさ、彼氏の男の人がさ、待ってたんだよね。その横でもさ、こうやってさ、携帯こうやっていじってるわけよ。完全彼氏じゃん。そう。誰なんだろうね。彼だ。同じグループだよね、完全に。そう。男だったね。本当男だったよ。そう、彼女の買い物にね、付き合わされた感じだったね。そう、そう。もう私ずっとなんかごめんね、ごめんね、これ着てくるね、ごめんねみたいな。絶対言うじゃん、もう言うじゃん、カップルの会話で。あるね、あるね。まああるね、あるねって言いながら、私はないけどね。あれ、今までそんな経験ないけどね。私もない。そう、基本的に一人で買い物するタイプなので。里見もね。だって聞いたってさ、普通男性さ、みたいな、いいんじゃないしか言わなくない？そうまあ、それはそこで結構ね、辛口チェック入れたけどね。さっきとこれ一緒なんじゃないかな、みたいな。そう、私がね、どうやら、今季、この秋は、ハイウエスト
ストがすごい眉間にしわ寄ってたの、今ちらっと見たらすっごい語ってるハイウエストにハマってるらしく、うん、どうやら今季は、うんうん、で、初めね、1店舗目見た時に、うん、ハイウエストのデニムのスキニーパンツを買ったの、うんね、で、その後に見たお店でハイウエストのその黒バージョンのスキニーパンツがあった、うん、あ黒もいいよねってなって、ちょっと大きかったんだけど、まあ、でも可愛いし使えるから買ったのね、うんうん、で、そこのお店でまた結局ハイウエストの次スカートね、うん、を見出したので、黒で、全く同じ生地 で、うんうんうん、で佐藤さん、いらないんじゃないみたいな感じになり、まあ、結局買わなかったんだけど、ハイウエストばっか買っちゃったよ。そう、ずっとハイウエストで、結局家に帰って履いてみて、さとみんはそのハイウエストがちょっと嫌なんだよねってなんでってその見てる時に聞いたら、うん、なんかこのウエストの部分ね、なんかハイウエストがここ見えるかな、ここが、うん、私の太い足が映るぜここがここまでやっぱ締められる、コルセットみたいな感じで締められるから、うん、っていうので、なんかそのなんていうの、さとみんは窮屈とかここが開放的じゃないの嫌なんだよねって言ってたの。でそうみたいな、でも私は足細く見えるし長く見えるし好きだけどねって言って、家に帰って履いたら、うん、履いてこうデニムだからさ硬いじゃん初め、うん、だからこう伸びるまでと思って家で履いてみたのね、うんうん、思いのほか圧迫されてもう具合悪くなっちゃって、そんなに気持ち悪いなこれみたいな圧迫感にやられた。そうそう、しかも見慣れてくるとね、ここまでデニムの人ってなんかいないなと思ったらさ、何が何したらいいんだろうと思う。佐藤さん、あの失笑ボード私恐怖症だから、ダメ言っちゃー、ダメ絶対ダメ絶対、ダメ絶対、あかん絶対みたいな、そうそうね、あったあった懐かしいな、うん、そうあったわ、うん、そんな感じでね、うん、ハイウエストもう恐怖症になるんじゃないかと、うん、まあ可愛いけどね、うんうん、履き慣れないとね、確かに、そうだね、なんか3人ってあれやな、うん、なんやろ、なんか変な感じする、なんか変な感じというかさ、いつも別にその私が大概ガーッと喋って、うん、なんかみんなこうバーッて言ってるだけやねんけど、うん、いつもよりなんかこじんまりしてる感じ、一回りやっぱちっちゃいな、うん、ちっちゃいな言って、うん、威力ないな、うん、なんか変な感じするもんね、なんかね、千歩寺です、千歩寺です、千歩寺って言ったらさ、あかんくない、なんでよ、なんでなんでいや私アイドルやから言われへんけど自分にでしょ千歩寺ってあかんくない、センターポジションです、うん、はい、なんで笑ってんのつぼった、どうした？どうした？今カメラ回してる T さんは分かってくれる。今ね T さんもね笑ってたんです。笑ってたしてる。見たも今チラって見たら笑った若干。うん。ちょっと嬉しかったよ。そうそうそう。いや先歩じってやかんやろ。うん。いや。ちょっとね先歩。いいでしょう。コメント来ました。マーサンさん、こんばんは。マーサンさんこんばんは。ありがとう。先日ね私のブログの方にもコメントいただきまして。うん。まあ問題がまた今日も来るんじゃないかと。思っております。おお、ありがとうございます。今日はどんな問題、まあ、この中でね、誰が一番頭いいかと言われたら、もう本当誰も分からへん、このメンバーですら、うんうん、多分その見てる方からしたら一番私の方が、うん、あのバカだったんじゃないかと思われてると思うんですが、うん、分からない、ほらその通りって聞いたで、まあ、ちょっと違うことで、その通り前回のクイズは難しかったかな、その通り、うん、どういうこと、その通り、私が一番バカに見えるよ、その通りじゃなくてその手前じゃない、どれ、誰が一番頭よく見えるかわからないよねってことかなってこと、その通り、その通り、どかな、どの通り、うん、もうまずこの時点で危ないよ、ゆうりさんに問題です、私に何嘘でしょ、何、はい、何でしょうか、どんとこい、何だろう、何やろう、え、何の質問なんだろうね、今心臓ドキドキしたわ、今初恋の気分やったなんかあるやん、初恋の時ここがさ、うん、ってなる感じ、いちごの味した、いちごの味、レモンの味、酸っぱいだけあ、これをなんて読むか、アジサイです、おお、アジサイです、これは私読めなかった、マジでなんか見たことあるなと思ったけど、はい、これはアジサイです、うん、でも結構ね漢字は読めるんだよ、うん、なんでって聞いて、なんでなんか漫画とかさ結構読んでると漢字出てくるじゃん、うんうん、それで読めるようになった、あ、うん、私あんまりね漫画とか読まないけどさ、やっぱ正解ですね、うん、正解できました、うん、イエーイ、そうなんかね読めるんだよね、バカなんだけど、うん、本当にさとみさんに問題です、はい、はい、
農場読めなかったな、まあ、初恋みたいになれへん、この辺なんかうってなれへん、何やろみたいな、それうーなんでやろう、ドキドキワクワクドキワクドキ、なんだろうね、なんだろうなんだろう、1500円の1枚引き、待って、え、これはね、いや、前もね、あのね、数学的な教えてもらったんだよね、その、うん、何割引きっていうのをね、うんうん、いや、これね、佐藤さんとね、私ね、会話し、昨日やったっけ、電話で言ったんだよね、昨日じゃない、昨日おとといぐらい、おとといかその前ぐらい、そう、なんかね、うん、教えたよねって言われてんだよ佐藤さん、いや、なんかね、1500円の1割引き、これな、でも正直言わせてもらって、うん、待って、コニタン分かる、うん、うん、私、分からない、え、サトミも私ね、何パーとかは分かるんだよ、うん、でも、割っていうのが分からへん、うん、分かんない、1500円の1割って何、100割とかやったら分かるよ、1500円丸丸って計算したの、何とかかけるだったよね、え、割は違うよ、何パーセントオフの時はなんかかけるんだけど、うん、1割の時は違うけど、1割は何パーセントを割る、 10%、 そう、ということはってことは1500が 100% としたら1400円、うん、あ、そうそうそう、1400円じゃん、100円引きじゃん、違うよ、え、違う、え、違うの、違う、じゃあ1500円が 100% と考えて、うん、じゃあこれの1500円の半額はいくらや、まず考えよう、1500円の半額に600円、え、違う、700円、16やから、700円じゃん、250円じゃん、何が750円じゃん、何が、あ、1500円の半額って、指使えばいいの、半額ね、そう、半額が750円やから、1500円でしょ、あ、分かった、うん、750円だよ、そう、750円が、うん、半額がね、これで、ね、これで5割引きなの、今5割引きができたから、待って、ちょっと待って、5割引きで750円なわけ、うん、違うって言わない、長い長い、いや、本当にね、数学できないんだよ、え、待って、1割やろ、1500円の1割ってことは、うん、10% ってことは10% やろ、10分の1だよ、10分の1は、待って、これ割る1500割る10は1、10、5、0、0、うん、あまり5、え、1500になった、違うでしょ、多分ね、分かった、これ割るなあかんねん、もうまた、ええ、どういうこと、そうするとここ消さないといけないじゃん、ここ、これカメラ見えへんもんな、今、あ、150円割引ってこと？そう、マジで？なんでなんでなんで？ピザってことは1350円、そうだね、ああー、ですよね、ちょっとうるさかったね今ね、でも1500円がじゃあ、ん？1350円、あ、正解、やったー、やったできたー、え、1500円が 100% になるってことやろ、この場合 100% ってことになるんだよね、うん、100% って何が 100% なの、あ、そっか、え、どういうこと、1500円が 100% だから、うん、100が 100% っていう限ってないってことだよね、だから1500円が 100% っていうこともありえるっていうことは、それの 10% っていうことは150になるってことなんだよ、100とは限らないんだよね、あ、ね、とりあえずコメントでたどり着くの結構かかりすぎやって怒りを受けたよね、違うんだよ、もうね、そういうのね、だってさ、お店とかでさ、例えば何割引とかあるけど、うん、普通にさ、割引っていくらやろ、まあ、聞かへん、恥ずかしいけど、でもこの値段よりかは安くなってるんやろ、はい、うん、みたいな、うん、1割とかやったら、うん、そんなにかみたいな、はい、うん、そしてゆりこさんに問題です、はいはい、はい、ドキドキ、アニマルコニシ、数字は難しいな、これでも今の感覚でも、あのコニタンには難しい問題を出していただいて大丈夫ですか、いや、無理、え、でもなんだよね、だってさ、漢字じゃん、数学じゃん、うん、ってことは社会じゃん、社会か、いや、理科かもしんないよ、なんだろう、何、でも考えたらさ、私の問題が一番簡単やでね、うん、一番細そうに見えたんちゃうか、え、なんだろう、なんだろう、気になるな、まあ、長いんだこれでもね、やばいよ、ぶわーって、うん、すごい数式出てきたりとか、困る、いやでも本当難しいよ、こういう問題とかって、最近やんないからね、
でもなんで1割とか言うんやろな、何パーセントでよくない？うん、もうでも正直何パーセントでも分かんないんだけどね、普通に書いてくれたらいいよね。えっと 2x-3 は3イコール 3.x イコールやろう。え、こっちの方が当たり多分分かんだよ、まだ頑張ったら多分 2x これ絶対時間かかる、もう忘れた。3イコール点、やだやだ、なんで数学なんすか。え、だから x を求めろってことでしょ。そうそうそう、要はこれはなんだっけ、 x イコー、じゃあ 2x-3 ってことはどういうこと、引かれへんやんだってまずそうなんだよ。あの問題ね、こういう感じで問題出てるんです今で、多分このこことかよ、ここの x を求めろ、求めないと、ここの x を求めないと、ここの答え、ここの答えが出ないんだけど、まず 2x-3 ってことは 0.11x になるってこと。これはさとみさんにファンレターを出したときに教えたんだけど、はい、いくつだった、はい、いやもう本当ね、数学ダメなんだよ、忘れんな。でもってこれさ、2x-3 でしょ、イコール3だよ、これを、あ、ほんまやほんまやほんまや、と、イコール3か、イコール3ってことは、ここはかけるんだよね、2かけるんだよね、ここ 2x ってことはさ、2と x をかけるんだよね、 x にある数字をあるであろう数字。違う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 、多分違う、それじゃない、だってこれは一つの単位だから、これは一つの単位、 2x っていう単位だから、2と x は別物じゃないよ、 2x は事情みたいなもんでしょ、まあ言えば。え、違うでしょ、だから x は何って聞いてるんじゃないの。違う、 x イコール 3x-3 は3になって、 そう、結局 x は何みたいになってるけど、そうそう、2と x をかけるじゃないの。でも私多分ね、分かんない、こういう問題ってこれやろ、 x イコールから始まるやつだよね、これ連立方程式でしょ。じゃあ連立じゃない、方程式でしょ。あれ問題間違ってるし、じゃあ私がさっき書いたやつが間違えてて、ああ、そうそう、 x イコールはてなはいらないじゃないの。x イコール何なんやろ。3をこっち持って行って、なんかこうやるの。そう、なんかな、なんとなくしか覚えてないねんけど。分かんないよ。え、これだって小学生やるんやろ。そう、3移動するといくつなんだっけ。小学生だって、中学生じゃなかったの。小学生、もう小学生でやってる。左辺のマイナス3はどうするんだった、こっち。あ、そっか、わかった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 、答えがわかったわけじゃないでごめんやけど、このこのわかったわ、こういう単位ってことでしょ。2x とマイナス3は同じってことだよね。で、イコールが3になるから。はぁ、読み方間違ってる。読み間違ってるってなってるよ。左辺。x イコール、はてながいらないの。とりあえず。え、そこ消して。そう、ちょっと待って、書き直そう。もう頭が、もうこれ1時間使うって。3移動するとどうなるんだっけ。マサさん、ちょっと、難しいって。ムーパーズにそこまで求めるとね。もうね、コリタン大学行った？行った。数学、あ、数学。今の行ってないって言った方がよかったで。ねえねえ、一瞬話かっていい、一瞬話かっていい、みんなさ、上さ、グレーだね。そう、ほんまや、すごーい、グレーだ。しかも今日は系統違うし、みんなグレーでも、うん、すごい。私今日かなりボーイッシュな感じの、こうカジュアルな感じにまとめたの、うん、で好きです、はい。で、さとみんがなんか超女の子な感じの、ね、ラブリーな感じにしてみたね、今日ね。これね、別なんだよ、これね、このリボンのブラジャーをつけております。ブラジャーじゃないよ、いい、ブラトップやね。そう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 。で、下ピンクのパンツ履いてて可愛いんだけど、うん、で、コニタンがどっちかというと、まあ本当助教師だよね、エロ助教師だよね、アニマルコンですね、うん、絶対にあのこういう先生に当たったらもう男の人ムラ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 授業に集中できひんがなみたいな。大変だよ。どっちかというとその先生の谷間の中にうずくまって教えてもらいたいみたいな。何を何を何を性教育。やばい、あかんって、私アイドルやから。アイドル。あかんって、もうゲスさバレるから、もうほんま。あかんか。そう、かわいいね。多分服じゃない、
ね、まあでも男受けするのはあれだよね。まあコニタンの服か、うんうんうん、まあやっぱサボミンだね。自分は、うん、私結構こういう格好でも多いんだよ。どっちかというと似合ってるか可愛いじゃん、うん、私結構ねこういう、どっちこっちに色差が見えるのか、うん、そうこういう格好の方が多いんだよね。なんかその、うん、なんていう、何がヒールなんだけど何があってもなんか結構本気で走れますよみたいな、サッカーとかも無邪気にできますよ、うん、私はみたいな感じの服装が好きで、実はこっち系、うん、本当はね、うん、でもあの前の事務所というか、まあ、事務所の、うん、そのマネージャーに、うん、やっぱオーディションとか行くときはこういう格好ダメだから、うん、基本的に、うん、そうで、なんか分かってんねんで、そんなこと、うん、分かってるし、うん、ちゃんとワンピース着ていこうと思っとったのにもかかわらず、うん、そのマネージャーが電話で、うん、明日、その時私あの名前があれやから、あの、うん、柏田でやってたから、うん、柏田で、うん、まあ青木でいいか、うん、青木さん、あの明日オーディションなんだけど、うん、まあ何時何時に迎えに行くんで、あといつもの、横浜スタイルみたいなのやめてねっつって。横浜スタイル何聞いた、まず横浜スタイルって何。そこが気になる。私さ、まずさ、その横浜とかさ、うん、知らんし、横浜なんて、うん、横浜出身ちゃうし、グルグルいろんなものがなっちゃったそう、横浜ちゃうしと思って、うん、横浜スタイルって何やねん思いながら、うん、答えが出たかな、さっきの問題の左辺のマイナス3を移行して、移行するとプラスになるので、プラスになるんだ。 2x イコール3プラス3だから全然分からへん。 2x イコール6だからさ、2と6 x3 が答え3、うん、3だ。これこのさ、マイナス3を移行してってこっちに移行するってことだよね。逆こっちイコールの後ろ、うん、でこう待って、した、そうそうそう、移動してプラス3になるってこと。 2x イコール、うん、2x イコール3プラス3になる。なんで3プラス3になる。あ、移行したからか。これがこっちに来たことによって、うん、プラス3になるってことか、うん、で、これを、うん、3プラス3で6になるから、それを2で割ると3になる。この状態で 2x イコール6になるで、そういうことか。 x イコール3。なんで割るの？ 2x あ、2だから割るんだ。できた。こういうことできた。難しいね、やっぱり難しいわ。難しいね。あー、もう頭使ったから私知恵熱出る。これ明日知恵熱出る。みんな風邪ひいてるっつって。それニュンニュンの風邪やで。寝込むほんまやで。小林さんコメント来ないじゃないですか。苦戦してる。何やってんの今。家で寝てる。寝てるね完全に。小林さん丁寧にメール来たけどね、申し訳ございませんがそうそう。では漢字の問題です。あ、はい、はい、これはみんな、みんなかな。みんなで行こうよ。ムーパーズはね、意外とバカだよみんな。みんなでね。ユーリさん確かに。一人一人に問題出していくのかな。はい。はい、うん、怖い。はい。湯田温泉。うん。感じ強いね本当に。え、これは読めるんじゃない？湯田温泉。湯田じゃないか。湯田原温泉とかなんかな。なんか湯田よね。これ。湯田温泉とかかな。湯田温泉じゃない。湯田温泉、湯田、これの読み方かどうかわからない。ああ、湯田温泉。そっか。湯田温泉だったってこと？湯田温泉だったってこと？湯田温泉ってことかな。次さとみさん。え、待って正解。湯田温泉か。それ知りたい。それ知りたい。湯田温泉じゃない？でもなんかいっぱいさ言ってたじゃん。なんかこうバエって。うん、最初に言ったので、え、さとみんも感じがいい。あの数学ムーディーさとみ。うん。高三。あ、ユーリマンさん、コメント来ました。あー、待ってー。あ、これあれやん。何？東郷温泉。なんで？もう一回で。東郷温泉。あ、惜しい。惜しい。東。何？道後やね。あ、道後温泉。でも最初さ、越後って呼んだんだよね。越後は違う。越後はあの超えるっていう字か、うん。そう、でもね、ここの角度から見てね、字が細かいから、越後、ね、って読んでた。ゆりまんさん、こんばんは、ムーパーズのみんな。こんばんは。今
とね、あの体調不良でお休みしてるんで、今日は3人でね、こじんまりと、うん、まあ、ゲス会話をしていこうかと。ゲス会話。アイドル。かっこアイドル。かっこアイドル。一応、道後温泉だよね。道後温泉。点々が抜けてたよ。そう。これあれかな、あの、コメントくれてる人は、うん、あのこういう問題来てるのって、うん、あの、わかるのか、見えてるのかな、見えてるかな、見えてる、え、どうなの、え、見えてる、え、どうなのかな、うん、で、まあ、そうそう、あの、一人少ないんですよ、そう、うん、で、ゆりこさんに問題です、はい、うん、何かな、私、前回さ、うん、友達にも言われたし、お母さんにも言われたけど、あんた髪の毛触りすぎやねんって、私、髪の毛触る癖あるの、こうやって、あ、でも、わかる、あ、そう、でも、里芋も自分で見てて、すんごいこうやってやったり、こうやってやったりとか、こうやってやったりとか、そう、だから気をつけなきゃなって思ったにもかかわらず、今日も結構触ってたっていうね、うこの間めちゃめちゃ怒られた、ほんま、お前髪の毛触りすぎやから、いい加減にせえよとかって、いい加減、いい加減、そこまで、怒りすぎでしょ、顔でかいから、私、顔を隠すためにこうやってやってるだけやのにかかわらず、しかも、一応動画やから、写真じゃないからさ、うん、この、これ整えて整えてできひん、動いてまうから喋る、常に可愛い私でいたいの、あなただけのために、ありがとう、うん、やばいかも、ありがとう、やりきった、うん、まだまだまだやりきったよ、これからだよ、今日結構な、もう昨日も佐藤さんと会ってるしな、今日も結構な、昼ぐらいからな、電話してたからな、うん、そう、そう、仲良しの、そうなの、お風呂入ろうかなって思ってたらね、うん、テルンって電話来てね、さとみきでーすってどうした、打ち切る、はい、って言って来たよ、見えへんな、そっちやった、ここは、そうなの、なになに、私の字の汚さがバレるんだけど、あ、はい、これに最後に温泉です、あ普通に読んじゃうんだけど、オチス？オチスって読んだよね。オチス？違うのかな？何？初めて見た、どこ？これ。ねえ、これどこ？何県なんだろうね。うん、オチス？オチス？ボード、じゃあそれから私今気づいたけど、どうしたんやろ今日。ボードさっきから出してってさ、顔隠れてんねんの。いつもこうやって出すはずやのにさ。気にしてない。どうしたんやろ今日。顔隠したいのかね、今日ね。そういう年頃なんだろうね。いや、まだ、オチスで欲しいねんって。あ、アクス？え、クって読むのこれ。アクスガ温泉、アチスガ温泉、アチ、アチスガ温泉なのかな、なんだろうね、ガって入るの、え、でもさ、アってさ、ア以外読むのこれって、オじゃない、アかオじゃない、分からへん、なんだっけ、チはさ、トモって読むよね、うん、真ん中は、真ん中は違うんだ、真ん中は違うんだ、アトモス温泉は変だよね、うん、アトス温泉とか、なんだ、あとはアトス、あ、スは合ってる、え、じゃあアが違うってこと、アクスじゃないの、アチス、アチ、なんだ、アチルス、アシルス温泉、シ、ああ、あ、でもシルってルーは送り方なのね、アシス温泉、それさっき言ったじゃん、アジスか、何、アジスやって、難しい、ね、ほんと、まあ、頭いいよね、世界には知らんことが、うん、ムーパーズの知らん世界に発信しよう言うてるけども、うん、世界には知らない日本だけでも知らないことがいっぱいあると、日本知らないとこがいい、まあ多分でもこれから私が生きていく人生の中でアジス温泉は関わらないわ、でもどうするの、もしかして行くことあるかも、行くかもしんないよ、行くかもしんないよ、あったらあったで、まあ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 、あったらあったらアジス温泉やねと、うん、まあ、この番組見てくれてた、もしかして山口のアジス温泉の方、うん、ムーパーズ無料招待してください、ぜひともここだけちゃんとするからね、よろしくお願いします、小ざかしい、お出ました、本日の小ざかしい、間違えない、間違えない、うん、そうね、難しいね、山口も来てみたいな、温泉行きたいな、山口のね、うん、方言が超かわいい、あー、関西弁やばい、チャーネ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 、うー、何何何何、わかんない、怖いんだけど、怖い怖い、どうしたの今日、なんか憑依した、なんかどうしたの大丈夫、どうした、今日はもう私な、うん、メンタルがさ、うん、尋常じゃないかな今、うん、頑張って、あと少し、あと少しだから、そうそうそう、あと頑張って、そうそう、いつでも私は元気だよ、
うん、あのただ元気のこの、うん、テンションの上がり具合がこういつも間違える時がある、あるんだよ、いろいろこうことが起こるとね。アンパンマン。ないこっちも何が起きたの今。わあ。なんだろな。元気100とアンパンマンでしょ。だから今分けてあげたの元気は。山本さん、お顔が出れて元気が出ないよ。せめてまさこさんにしてよ。そこまだあるみたいな。しかもさ、だってアンパンマンの役やってくれさ、山本さん、お顔が濡れてって言うけど、顔が濡れてじゃないからね。お顔が濡れて元気が出ないよ。だからね、山口はあのね、例えば大阪で起きてるとか東京でもさ言うじゃん、起きてるって、うんうん、起きちゃおうって言うの、起きちゃおうって言って起きちゃうよっつって言うから、うん、今カメラ目線で言っちゃった、起きちゃうよっつって、うん、で言うから、うん、超可愛くない、うん、可愛い、起きちゃう、うん、なんか何しとうとか、うん、何しちょうとか、うん、何しちょうとか、うん、何しちょんとか、うん、言うのね。あ、何しちょんって聞いたことある。何しちょんとか、うん、なんか、もう何がいいって、まずなんか起きちゃおうとか言われて、起きちゃうよって、起きてるって聞いて、起きちゃうよって言ったのが、もうキュンキュンくる。でもなんかちょっとさ、博多弁に似てるんだね。似てる似てる似てる。起きとうよとか言う。うん、まあ私ね、まあ、方言が好きなんだよね。まあ、標準語も好きやけどね。そう、では皆さんに問題です。はい。パルテノン神殿やミロのヴィーナスはどこにあるでしょうかな。分からんけど、先読みしたわ。お、完全に。なんだろうか。ある比率が違うね。ある比率が多い。あります。パルテノン神殿やミロのヴィーナスはある比率があります。建物の比率ってこと？作る過程でってこと？そう、多分ね。その比率とは何でしょうか。もう難しいな。何比率？三対いくつってやつ？漢字3文字で答えてください。嘘やん。何それ？懐かしいわ。お母さんがさ、私のこと怒った後にさ、理由聞いたるわ。三行以内で答えてって言ったのか。三行やで。どこ？まずマス数知らんし。一行何歩かけるかわからんし。どこまでいいのみたいな感じが良かった。もう私超動くからさ、もう多分今ここまで来てるから切れるわ、俺すぐよと。そう、やばい、カメラも撮りにくいぞと。せっかく3人でコンパクトに映ってんのになと、ね、お前でだからいつも以上にアップで映っております。なので、うん、いつも以上にお顔が大きく映るかなかな。はい、はい、これ美術の時間になって習った人もいるから、これはさ、漢字3文字ってことは、その何とか法みたいな、数字じゃないっていうことだよね。何とか法ってことじゃない？何だろう、何とか比率とか、三角錐、三角柱とかここか、うん、あ、ごめんごめん、ごめん、やっぱり今日はお顔が濡れて元気が出ないよ。何だ、お顔が濡れて、あたしそうです。避けちゃダメじゃん、ちゃんと受け取ってよ顔に。もうそんな気分じゃないで、もう今日はみんなのこと、みんなの平和を守ってる時間がないんだ。え、誰なの？アンパンマン、アンパンマンのグレタバージョンだよね。この間ネットでさ、あの、アンパンマンミュージアムってやってるの知ってる？あれがね、うん、Facebook とかに流れてたんだけど、あのね、食パンマンの動きがおかしいの。どういうこと？何？意味あのね、うん、人がちゃんとやってるんだけど、多分その、食パンマンをやった人酔っ払ってるのか、うん、なんかその食パンやから、アンパンマンとかカレーパンマンみたいなこう丸くなかったりするから、こう踊ってる間にこう顔がもうずれていくわけ。四角やから。こんなんなってんねん。ほんで、多分見えてないっていうのもあるやろうし、体調不良なんか二日酔いで酔っ払ってんか知らんけど、もう全然動きなってないし、おかしいにしてる。でも一応リズムに乗っとこうみたいな感じで乗ってるのは乗ってるんだけど、全然動きおかしいし、終わった後にもうアナウンスの、そのナレーターの人ね、が、なんか終わった後に、うん、ありがとうございましたみたいな感じで言って、こうみんな退場、アンパンマンとか退場していくわけだよ。うんうん、階段のところでダーラ取って、スタッフさんとかガーッ支え取ってさ、食パンマン、もう食パンマン、子供の夢をね、壊す。ダメだよ。ひどいね。壊しちゃってたよね。まあ、うちの甥っ子も、好きだからアンパンマン。
でもアンパンマンの歌が好きなんじゃなくて、なんでかわからない、ね、ネギ長ネギマンっていう歌があるの、ね、長ネギマンっているんだけど、うん、アンパンマンの中に、うん、その長ネギマンの歌がすごい好き で、うん、でその長ネギマンの歌がめちゃめちゃ渋いの、なんかなんていうの、ほんまに渋いの、なんか寂しくなるような渋さなのね、スナックとかで、古いスナックとかで。そんなのあるな、今度歌ってよじゃん、それ歌われへんやろ、覚えてて、習得するわ、教えてもらおう、ここに、うんうん、聞かせてやれた、あのヒントはね、うん、あの先の問題の、なんとか日らしいんですけど、うん、早く答えてと、あの話にちょっとすいません、何、なんとか日、なんだっけ、ビってつかない、ビってビー、ビー、それなんとか日みたいなことちゃん、ビー、陽気日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 、もっと突っ込んでよ、美しいっていう字、あー、これ使うの、フェ取られたわ、さての失笑ボール、え、なんやろう、なんとか日、黄金日、あー、あ、それ、あ、それかな、これじゃない、それこんな、こんなアバウトでいいの、え、違うかな、それだよ、黄金日でいいの、黄金比率の黄金日でいいの、え、だってここ、いやでももうムーバーズの限界はもう陽気日とか言うてるぐらいやから、黄金日や、コーヒー、コーヒー、もうなんかね、親父みたいな感じだった。もう、あ、あったあった、あったーどうしたの、テンション、テンション、上がった上がった、テンション、テンション、テンション上がった、ジャムおじさん、もうあなたが作ったパンはいらない、顔が濡れた時どうすんの、顔が濡れて元気が出ないよ言うだけ、そっこーやばい、私すごい頭いい、もうすごいね、バカなんて言わせないから、はいはいはい、もう顔面に、こういう感じが、今日はね、お顔、お顔にね、そうそうそう、お顔に、うん、あー、もう今日おかしいわいやー、うん、当たるもんやねんね、ね、黄金比って、でも黄金比って別にこれだけじゃなくて、うん、あ、コメント来ました、うん、のずみんさん、のずみんみんさん、こんばんは、今日は3人なんですね、こんばんは、そうなんです、あのニューちゃんがね、うん、今日はニューちゃん子供みたいな言い方してみた、ニューちゃんがねニューちゃんが今日はあの体調が悪くて不調で、うん、あの今日はこのゲスト3人です、一緒、はい、一緒うちらもゲス、え、一緒にされた、あえてなんかツッコミが弱かったからもうゲスで通ってしまった、じゃあさとみゲストゲソ、ゲソ、いややわ、ゲソとか、ゲソの方が嫌じゃない、いやわ、なんかゲスいよ、でもどっちしてもね、どっちにしても、いやでも今日さ、そのゲソで思い出したわ、何ゲソで思い出すことってある、何、いや今日さ、昨日朝寝てて、うんうん、夢を見たのね、うん、めちゃめちゃ怖い夢で、うん、あの、まあ、ちょっとこれもまた下水話になっていくからさ、ちょっとあれ、あんま言いたくないねんけどさ、うんうん、言っちゃう、意もしない彼氏の、彼氏がいるのね、うんうん、顔は知らんよ、夢の中やから、うんうんうん、顔いけないけど、ぼやっと多分自分の彼氏なんやろうな、みたいな、うんうん、浮気をされたんだよ、うんうん、浮気をされたというよりも、どっちかというと、うん、その、なんていうの、こう、お前と付き合っとって遊びやしみたいな感じのこんなのに遊びやしみたいな、そうそうそう、あの友達とか何人か おる中で、友達なんか知らんけどな、多分友達だと思うんだけど、うんうん、いて、その中でこう彼氏ですみたいな紹介したら、いや俺こいつと付き合ってる友達遊びやしみたいなこと言われたら、うん、カッチン来て、うん、思いっきりそいつぶん殴って、私、うん、その瞬間、うん、もう我慢できへんくて、うん、ぶん殴って、うん、で、なんかそいつの持ってるものをバッと取って、うんうんうん、で、まあ普通にまあ逃げたんだよ、うんうん、で、なんでか知らないけど、私一軒家に一人暮らししてるの、うん、その家に行ったんだけど、うん、あ、私自分のカバン持って帰ってくるの忘れたと思って、最悪や、鍵入ってるやんけと思って、でも、うん、その彼氏とか、その私が彼氏のもの、その時の彼氏のものをの、うん、持って逃げてきてるもんやから追いかけてくるわけだよ、うん、捕まると思って、ちっちゃい窓をね、うん、開けてたんだよ、換気のために自分の部屋、うんうんうん、そこにさ助走つけた。やばい。やばい。もうアクション映画出れるぐらいやった。さあ入って、ほんでそこの窓をパッてくぐった瞬間に、その彼氏がパッて来て、お前返せやみたいなこと言ってるから、冷静にその窓閉めて、こうやって閉めて、ほんで私はこう階段上がって自分の部屋に行って、どうしようかなと思って、これどうしたらいいんやろう。隠そう隠そうと思ってな、うん、これ細い自分の新しい家だから、うん、なんかね、置き時計、なんかなんていう、なんかからくり時計みたいなのがある家なんだよ、うん、でそのからくり時計の中に入れたろうと思って、うん、で
からくり時計と一緒にこうパッて入れた瞬間に、うん、でそれは私何撮ったんやろって冷静になったの。その時に、うん、夢やけど、うん、パッて見たらゲソ。本当にカバンじゃなくてゲソ。ゲソ、え、何その夢。ゲソとタバコ。意味わからんぐらい。え、待って、そのゲソはさもうイカそのままなの、それともゲソだけ。ゲソだけ。なんで生やりたるで。生ゲソ。生のゲソやって。やばいそれ。せやんと思って、うん、そこでバッて冷めてんけど、うん、それ以上にそのなんていうの、ゲソ持ってたこともショックやし、うん、彼氏になんかお前と付き合ってたのは遊びやしって言ったこともすっごいショックやったし、うんうん、まあ、でもそれはぶん殴ってるから私は結構もうその中ですっきりしてるんだけど、うんうんうん、何を思ってバッて持ったのがゲソやったんやな私。しかもわざわざこんなちっちゃいまでにさあ入ってまで、しかもそのからくり時計の中に隠すほどのゲソやったかと思って。やばいよ、時計臭くなんじゃん。パッて飛び起きた瞬間悲しくなったよね。なんでそこがさ、ゲソなのか謎すぎでしょ。ちょっとさ、夢占い見なよ。見たな、ゲソ。ゲソについて知らない。ゲソ隠したみたいな。もうほんま、それでさ、もう、それが起きたのが、まあ、8時ぐらいかな、うん、やってんけど、まあ、8時、9時とか10時ぐらいやったら、まあ、私多分誰かに電話してたわ。さとみか、うん。後味めっちゃ悪かったもん。ゲソって。変だね。え、なんかね、この後とても変な夢見たの。うん、なんか別にそういうなんかゲソとかじゃないんだけど、なんか夢の中で子供を産むんだよね。あ、それはね、あれだよ。わ、タイムライン見たけど、うん、あ、でもね、その子供の産む夢は、うん、その今の自分に飽きてて、うん、で、新しいものを産みたいと思ってるの。産み出したい、産み出したいと思ってたりとか、それか今の現状から抜け出したいとか、それか、あの、そのパターンと、あともう一つが、その、これから新しいものが生まれる。新しいことにチャレンジする、いい夢だったりするよね、だから要は。だからまあ、どっちにしても、その前向きな夢だから。でもね、続きがあるの。続きがあって。韓国人でしょ？そう、なんかね、その、旦那さんがいるんだよね。で、その人が日本人じゃないの、うん、韓国人の人なんだよね。で、子供の名前はレンレンなわけよ、うん、いやレンレンは中国でしょっていう夢で、うん、でさ、大体夢ってちょっと経ったら忘れちゃったりとかするじゃん。すごい覚えてんのよ、起きた時は。すんごい覚えてんのね。でもね、うん、その旦那さん、うん、誰って感じだっけ、うん、そう、ぶさけたの。ほんで、まあ、正直に言うとかっこよくなってる、うん、だから、え、なんでさとみはこの人と結婚したのかもわからないし。いや、でも理想と現実ちゃうからな。まあ、違うけど、なんか、なんだろうと思ったし、子供もね、可愛くなかったの。だから、なんかすごいショックになっちゃって、さとみ、夢から目覚めた時に、あ、夢でよかったーと思った。確かに。本当に、夢の中で、でも子供産んじゃってるしさ、もうどうしようもないじゃんってなったの。そうそう。いや、私あれだよ。もう妊娠のところから、出産までしたことあるよ。夢で。だからもう大変なの、もうリアルなの、うん、お腹大きいやん、うん、なんか歩く時とかもずっとこういう状態なの、うん、そうね、うん、そうね、うん、こういう状態なのね、うん、でこういう風にかがんだ時にちょうどほんまのこの下に重力いくやん、うん、この重さがこう皮膚がさ引っ張るやん、だから、うん、その感覚が超リアルで、なんかもう臨月なんだよ、うん、でもううって陣痛が来て、うん、痛いってなって、うん、看護婦さん、看護師さん、助産師さんとかが、なんか、大丈夫だよ、ふぅとか言って、もう無理とか言ってんねや。うんうん、一人で興奮してきて、みんな、うんうんうんって同じタイミングやった、今。うん、で、そんな感じで、産んで、うんうん、もう、めちゃめちゃ痛くて、産んでないのに。リアルなんだね。痛い感覚、体がもう産んだ感覚なのよ。もうでっかいの取ってきたみたいな感覚で、うん、朝起きた時に私子供を産んでしまったと思ったよね。すごい、ね、リアルやった。そういうリアルな夢はすごいね。すごいよ。だから、あ、ほんまに子供を産む時の感覚ってこういうのなんやと思って、めちゃめちゃお腹痛かったし、重かったし、うつ伏せなったらあかんなと思ったよ、ね。予行練習だね、うん。うん。夢でできたよ。だからもう産めんちゃうか。うん、けどね、前ゆりちゃんに言われた夢の怖い話は、よく夢でさ、あの、飛び降りる夢とか見て、うん、リアルにうって心臓がうってなって目が覚める時あるじゃんみたいな話をしたら、うん、それってここに立ってんだって。違うよ。落ちる、そうそう、落ちる夢ね。落ちていく夢は、うん、そう、落ちていく夢は、うん、あのね、
こう寝てるじゃん、うん、仰向けで、これベッドやとしてね、ここ、うんうんうん、私今寝転んでる状態で、だから、うんうんうん、こうやって寝てて、うん、ここに霊とかが立つから、まあ、ベッドとか枕が沈むじゃん、うんうん、その重さでフッってなるから落ちる夢になるんだよ。その匂いとかさ、うんうん、寝てる時とかに例えばミントの夢、ミントの匂いをかかしたりとかしたらさ、ミント畑にいる夢を見ましたとかいう関連するから、その落ちるのは、うん、あったよね、問題が来たんだけど、穴埋めの問題です。壁に耳あり、障子に目あり。はい、うん、正解。正解ね、うん、早い、うん、今回早かった。早い、うん、これはね、分かるよ、うん、やっぱり、うん、そう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 、だからね、その気をつけた方がいいよ、あの落ちる夢は。私も結構あるけどね、怖いもん、ね、なんかもうそれを聞いてからさ、うん、それで目が覚めた時の恐怖、うんうん、わかる。私もね、うん、結構ね、そのなんか飛び降りる夢、自分が、うんうん、もう何を思い詰めてるのかわからんけどね、こんなバカなのに、うん、こんなバカやし、こんな楽天的にぐうたらに生活して、うん、何が私の中でストレスなんやと思うぐらいの生活してるけど、うんうん、夢とかでやっぱ飛び降りる夢とか見るからさ、うん、めっちゃリアルだよ、もうこのすん、もうこの地面、カメラにどうやって映したらいいかわからへん、ここにさ、で壁、じゃ地面ここだよ、うん、ここまで記憶あるからね、あー、そうじゃないやん、ある、怖い、そう、そうそうそう、うん、あるんだよ、で、そこでってなって自分が怖い、自分が怖いってなる、でもあとさ、うん、なんかその寝てて、その金縛りあるじゃん、うん、で、その霊的な金縛りじゃなくて、うん、こう普通にこう疲れてる時になる金縛りってあるじゃん、うん、で、なんかあの前の家の時にね、よくなってたの、しょっちゅうで、怖いから目が覚めた時に、別に何もないんだけど、テレビつけて寝たりとかいつもしてたのね、でしょっちゅうなさの、うん、で、まあ、今引っ越した家でね、うん、こうすごい疲れてて、あ、今日それなるかもしれないとか思うんだけど、今の家では一回もならないの、うん、だから前の家では、うん、もしかして本当は霊的だったのかなと思った、うん、確かに、思って怖いよね、ネズミンミンさんが、うん、落ちる夢でビクってなるときは身長伸びてるらしいよって、うそー、そうやもん、そうなったらもう、何今伸びてるの、ビクってなるだけ、そのなんていうの、うってなって、うん、うじゃないな、なんていう、こうびっくりして飛び起きるとかじゃなくてってことかな、なんかそれやったらさ、うん、私どんだけの長身やねん思てんねんけど、うん、162しかないから ね、伸びてて、女の子にしては大きいけどね、162、マイクが落ちたよ、落ちたよ、ハサミさん映って、誰も映ってんだよ、ハサミさん、ごめんなさい、ごめんなさい、大好き、大好き、ちょっとマイク、多分ね、足ね、足引っかかってね、落としちゃった、ごめんね、すごい音ね、すごい音鳴ったんちゃう、今あ、今ごめんね、それマイクにごめんね、ごめんね、すごい音鳴ったかも、ごめん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 、あのハプニング、ハプニングが、うん、まあ、生放送だからね、こういうのもあるよ、そうだね、そう、続いて、労働三法とは、うん、働く者は食うべからず、違うな、そういうことじゃないんだよ、知ってる、知ってる、なんだっけ、労働三法三つ、食べる、寝る、働くみたいな、寝る、待て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 、24時間の理想的な使い方だよそれね、労働三法とは、まずそれ何、国のために働く、税金を納めるとかそういうこと、なんだっけ、あ、これは分からんわ、ちょっと分かんだけどな、あ、3つあるんだ、何何何何何、労働三法、その仕事についてってこと、労働基準法ってこと、労働基準、あ、8時間20、12時間、8時間以上働いてはいけないっていうことじゃない、とかってことじゃない、うん、労働基準法かな、あ、一つ違う、8時間以上働いてはいけない、あと何やろ、残業したらその分出す別に違う、残業はだって、あれ違うの、はい、今のカメラ引く感覚、なんかもう失笑ボード出してほしかったんちゃう、今、今ね、失笑ボードの中に閉店ガラガラって言ったよ、うん、オッケーオッケー、8時間以上働いてはいけない、うん、ヒントくれるって、ヒント、うん、なんだろう、なんだっけ、なんだろう、労働〇〇法、ん、労働基準法でしょ、
その基準がヒントってこと？うん？どういうこと？まあ私フリーズしてるわ今。わからんわ。うん。8時間以上働いたらあかんっていうことしかわからへん。労働基準、あ、わかった。労働基準法、うん、労働なんちゃら法、労働なんちゃら法ってことやろ。そういうこと？労働基準法が一つ。労働生活保護法。分からへん、うん、生活安全法、違う、生活、うん、生活補助法、うん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 、うん、生活、T さん分かりますか？グリグリグリ、分からない。見て見て、ここでイチャイチャ、私もやらせて。グリ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 、もう今日あと残りの10分これでいいから。グリグリグリ、もうそんな時間なの？早いです。あ、のじめめさん、うん、今日は皆さん服の色が一緒ですね。そうなんです。前半でも言ったんだけど、今日は私がカジュアル担当です。今日はプリティ担当です。はい、今日もセクシー担当です。いや違う、今日は、今日はちょっとバブリー担当。アニマル、アニマルだよ。アニマル担当。カリリくぞ。もうおっぱいがさ、何出てない、出てない、大丈夫今日は。いやもう丸みが出てるよね。谷間がね、ここから見えるんだよね。うらやましいでしょ。労働組合法だってよ。あーあー、あ、聞いたことある。聞いたことある。労働関係調整法、それ初めて聞いた。何労働、何何、労働関係調整法ってどういうこと？だからあれじゃない、普通に上司がいて、社長がいて、部長がいて、課長がいてとか、そういうことじゃない。役職がつくってことでしょ。主任とかなんちゃらこちゃらとかね。難しいね。ってことじゃない。なんか、そう惜しい人が上に立たなきゃ意味がないっていうこと。それを調整しなさいってことかな。分からん。すごい、今ゆりちゃんが頭いい人に見えてきたよ、ね、イエイ。実はね、だって、だってとか意味わからんけど、私バカじゃねえんだぜ。だぜ。ゆっくり。お母さん濡れて元気が出ないって。もうお顔が濡れて元気が出ないんだって。もう今日はベッドの顔が濡れて。ドライヤー、ドライヤー。ドライヤー。ドライヤーで乾かす？ちょっと縮んじゃったって。そうそう。ール。ちょっとお顔が縮んじゃったって。いいじゃん、いいじゃん、顔が縮んだ方が、うん、あ、そうだよ、顔縮んだ方がいいじゃん、ね、いいじゃん。そうだよ、顔ちっちゃくないってことだよ。ドライヤーでて、みんなで、うーうー、絶対多分ね、ここだけ、ここだけ見たいのね、こいつら何やってんだと思うからね、絶対、ね、いやいや、私今回のやつとかさ、もうお母さんとか見られたくない。あ、ちゃんとドライしたみたいな。ドライヤーってなってたで。そう、最近なお母さん、私のブログ見て、うん、あんたのブログおもんないねんけどって言って、うん、言われて、うん、いや、おもんないとか知らんし、みたいな。もうなんか、おもんないって言われた瞬間、ちょっとげんなりしたよね。落ち込んじゃったんだ。落ち込んだ。落ち込んじゃったんだ。ブログって、そもそも面白いもんやったっけ？いや、待てよ、私、うん、ブログ始めた頃、うん、みんな笑わせようと思って、うん、ボキャブラリーめっちゃ用意しとったよな。すごいね。とか、めっちゃ思ってた。笑わせるためのブログを書いてたんだよ、うん、なんか例えばこれ私の友達が書いてるんだけど、うんうん、なんか指って親指、人差し指、中指、薬指、小指ってあるやん、うんうん、でも薬指はなんで薬っていうかというと、一番使わへん指やから、薬とかこう舐めたりするのに綺麗だよねっていう手だから薬指って言われたの。小指はちっちゃいから、親指は大きいからお父さんみたいな役割だよね、うん、みたいな。で、人差し指はそのまま本当に人差したりするから、うん、中指そのまんまやんみたいな、こいつの、こいつは何のためなんやみたいな感じのことを書いてる友達があるのね、うん、そういうなんかちょっと確かにな、うん、くだらんけどおもろいみたいな感じの、うん、そうそう、そういうのを私も書いてたんだよ、初めは、うんうん、もう最近ないなぁ思って、うん、確かに、うん、おかんに、うん、最近のあんたのブログおもんないうん、ああそうって言ったけど、うん、強かったけど、うん、電話聞いたら結構へこんだもん。自分でブログ読み返したの。反省。確かに。よなよな。よなよな。お顔が濡れて元気が出ないよ。うん、またか。もう今日何回だってんだ。もうパン粉が大変だよ。そんな。パン粉使う？え、だってパン作るのパン粉使うでしょ。あ、使うわ。そうや。今な。なんで？え、待って。パン粉じゃなくない？パン粉じゃん。あ、パン粉じゃない。待って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 、カレーパンなるって。あげてあげて、ほんならもうほんとだ、パン粉じゃねー。もうアンパンマン砕かれていけろそれ。そうだ、じゃあ薄力粉でしょ。薄力粉だ
ればいいじゃん、もう。あ、揚げパンマンにする？揚げパンマンにしようよ。確かに。そしたらさ、そうしよう。揚げパンマンにしたらパン粉使うでしょ？確かに。そうでしょ？そうね、あの、ほら、やっぱりさ、柔軟が大事じゃん。うん。なるほどね。で、うん。確かに確かに。じゃあ揚げパンパンでしょ。じゃあどうしたらいい？もうそろそろ油が回ってギトギトだよって言えばいいの。何？どうしたらいいの？あのキッチンペーパーつけて拭き取ってあげれば。そうそう、こうやってね。もう油が回ってギトギトだよ今日はつってひどいね。マサさんがこれからのこの番組は問題出そうかと言っていただいてるんですが、まあコメントね、あのメンバーに対しての質問だったりとか、まあ確かにその問題とかも、もちろんあの嬉しいですし、一番嫌なのは、何もないことです。間違いない。はい、なのでね、問題だったりとか、まあ、もちろん私たちも喋ることもいろいろあるので、その中で拾える限り、拾いながら、やりの、で、まあ、質問にも答え、やっていきたいなと思ってますので、これからもね、なんか締める雰囲気になってるけど、これからもあの、コメントはどんどん。いっぱい欲しい。どんなコメントでも。全然、普段どこで遊ぶのみたいな、そんなことナンパみたいだけどね、普段どこで遊ぶどこでお茶すんの、みたいなね、そうさとみさんとまささんが、何ですか、さとみさんが、ですか、普段お家で何をしてるんですか。お家で暗い遮光一級のカーテン2枚重ねの、やばいな。そうだよ、どこの説明してんの。光がね、ちょっと苦手だから遮光一級のカーテンをね、2枚重ねて、電気も消して、テレビだけつけて、ベッドの上でゴロゴロってしてる。え、昼間？昼間も。だからね、何時なのか分かんないの。そうだよね。そう、時間が。でも光が嫌じゃん。で、家にいてもさ、紫外線って入ってくるから。私、それでここ、趣味できてさ、隠してるんやけど。本当に？ゆりちゃんそう。うちの家、その、障子なの。で、障子が前面にあって、4メーターあるんだけど、4メーターの障子があって、どんだけやねんって感じだけど、横幅あるからね。あって、で、反対側に、ちょうどベッドの横に、こう、縦長のね、あの、くるくる回すこのスライドのこういう感じのね窓があるんだけど、あのそこがちょうどこう紫外線が来るんだよ。で最近その障子のところはカーテンつけました。した方がいいよ、だって突っ張り棒で。でしかも紫外線がね、そのやっぱ広いからその分太くなるんだよ、このパイプがね。でどうしようかと思って、そんなカーテンレールないぞと調べてもなかったから、最終的に100均行って針金とペンチ買って、針金とペンチでこう輪っか作ってネジして、ほんの3メートル近くも、3メートル4メートル近く回るところをさ、一人でこのでっかい突っ張り棒持ち上げてさ、あ、突っ張れとか言うんだから一人で夜な夜な、もう私それやりながらさ、私本当たくましくなったなと、これから先も一人で生きていけるんじゃないかと、嘘でもね、できないかな、手伝ってよとか言ってさ、誰かにね言えばいいんだけど、何でももう自分でやってしまうようになって、もう無理やわ、誰かとこう過ごすこと無理。多分家族とか実家帰ったとかして、あんたこれやっといて、じゃあこれ手伝ってとか言われても、一人でやれよって多分言ってちゃうと思う。だから自分でできるから。思いやりが大事です。そうね。あ、安室ちゃんのライブ行った？先日あったらしいんだけど。行ってないんですよ。まあ、さとみんにとっては私が安室ちゃんだからさ。どういうこと？え？お顔が濡れて元気が出ないよ。油も回って元気が出ないよ。いや、もうむしろ逆に濡らすでしょ。逆に。もうびっしょびしょ。行ってないんだよね。さとみ、こんだけ大好きで、ライブ DVD も全部持ってるけど、一回も行ったことないんだよね。私、安室ちゃん一回だけあるわ。大阪城ホールの時かな。行ったけど、でも、安室ちゃん顔ちっちゃいし、もともとその身長も152か84か。そんなんしかないから、結構ね、立ち見とかやったらね、もうほんま安室ちゃん個別ビーターにちっちゃいからさ。マジで見えへん。ブルーベリークラシックさん、こんばんは、こんばんは。でもあと少し。もうちょっと終わるんです。また、来週見てください。再来週だよ。はい。再来週ね。で、まあ今回もね、こんな感じで、今回この4人、そう、4人、いつも4人やねんけど、そう、もう3人で今日は送らせていただきました。で、また次、再来週やね。今回第2夜とか第4木曜日の19時から、進撃のムーパーズ放送いたしますので、